が、絶好調に、よし、今日は、あの、キックボクシングの、二周連チャン、キックボクシングの試合で、えー、今日はお姉ちゃんの愛ちゃんが、ワンマッチで試合でしたね。うん、で、結果は、ドロー引き分けです。引き分けでしたね。でも、 本当人が強くなるのって初めて始め出すと、まあ、最初はなかなかうまくいかないんですねで勝てないんやけど諦めずにやってると惜しい試合が出だすんですねで惜しい試合が出だしてで負けなくなるんですね引き分けとかが多くなって負けなくなってで勝てるようになってきてである最初の目標に達成するんですね。 でその次にまたその1ランク上に行こうとした時にまた同じことがね起き出すもうこのこの成功法則っていうかねこの強くなる成功法則のルーティーンっていうかそれを何回こう繰り返していくんですねっていうことを今日も言いましたでこれに大切なのはもうとにかく諦めない心とね頭忍耐ですねやり続けるっていうね あの周りの人たちのね見守ってあげるっていうやっぱり忍耐、えー、これが <laughs> 頑張りますちゅうことで今日は第63話次なる山へ次なるこの間昨日はねトルソレ北九州が優勝したんですね奇跡の起優勝を起こしたんですねでそれから次なる山へ登っていくんです 宇宙は今現在も進化向上し広がっている。人はこの進化向上の波動で生きていけば成,成功へと導かれる。だが宇宙の進化向上の波動は神の領域であり、方法、神の領域であり、この波動を維持,維持するために人,は様々な出来事が人にはさまざまな出来事が起きる。宇宙の波動は常に進化向上しているため、安定や安心が長続きしてくると進化向上しなさいという出来事が起きる。 これが試練や困難だったりするこの試練や困難にあった8割の人たちはなんて運が悪いんだと言って逃げたり,だ,りだ,だ,だらだらやり過ごしたり人に助けてもらったりするちょっと前,前向きな人でも上がったり下がったりしながら成長していくそして1割の上がれずマイナス一直線の人たちは進化向上をやめてしまうかもしれないだが1割の進化向上し続ける 成功者たちは安定や安心が訪れると自らビッグバン小宇宙を引き起こすそれがあくた新しい目標だったり夢だったりするそうねうんそうねそうだね俺もちょっと今また新たな無理やり目標を作ったけど、うん、前人未到の天のまま全国を制したヒロさんとタカシたちは凱旋した後もメディアに取り上げられたり以前より増して多忙な 毎日送っていたその中でもヒロさんの多忙ぶりは体も心も限界に来ていた高志も今年は日本代表としてワールドカップにも参戦しリーグ戦突破はあワールドカップのね、えー、リーグ戦は突破できなかったが世界を肌で感じてきたか高志も自分の限界値を超えた環境や試合で体は悲鳴を上げていたヒロさんは首腰高志は膝 二人とも手術の方向でだましだましの日々を送っていた男は何度も一度完全給与を入れてくださいと二人に伝えていたしかし二人の環境はそれを許してくれなかったこのチームはそのまま年に3回の全国大会を全て制して全国三冠を成し遂げた多忙さは激化し町を挙げての祝勝会が開かれたそして最高の1年で幕を閉じた この時男は一つの覚悟をしていた。また鍛錬期がやってくる。一つの成功を成し遂げると次の目標がやってくる。その時にまた壁や谷底や山がやってくる。その時に今が強くなれるチャンスですよという覚悟,に覚悟をして心に収めた。翌年シーズンオフの時のトレーニングで少し変化が現れだした。男が行くとキャプテンから今日何時,に何時間しますかと尋ねてきた。どこかで聞いたセリフ。 まあそこは聞き流してトレーニングを始める際に監督が最初に「ダッシュ10本ね」の言葉に主力選手が「疲労が溜まっているので5本で」<laughs> そのままトレーニングはいつものハイテンションでやり終わり終わりの挨拶をする時に男は言ったこのチームでこの会話が聞かれる,聞かれるとは思いませんでしたがトレーニングをやる前から時間を気にしたり言われた トレーニングの量を減らしたりこういうことを言い出しても今の主力のチームは勝てる今のね今こう全国まで上り詰めたこのチームの人たちは勝てるんですよ優勝したことを覚えてちゃんと過程があるんでねでも若いでも若い世代のチームになった時に勝てなくなるこのままここまでの道のりを経験した人たちは今の実力を維持できるでも若い選手たちは勘違いしてしまう だから少しだけ意識して去年より上の意識でやりましょうね若い子たちはあこのくらいで優勝できるんやって勘違いしてしまうんですねでだんだんやっぱ落ちて落ちていくしかまあたん鍛,鍛錬期とともに一緒にやってくるんですね正直必ずやってくるおごりこの経験も必要な経験かもしれないその後、キャプテンと主力選手が謝りに来てくれた だが何をどうしてもやってくる鍛錬期が近づいてきた。シーズンは始まり、5連覇中の地域リーグも大詰めに来ていた。ヒロさんの国も高志の時代も相変わらずだった。そして最終戦、全勝できた3チームの総当たり戦になった。このチームが天野のまま全国を制したことで、他のチームも意識が変わり、レベルもかなり上がっていた。中には外人を補,給補強してくるところもあった。 男はこの日昼から行くことになり、午前中の試合は見れなかった、そして SNS の投稿で将棋が走る、総当たりの初,黒初戦初黒星。<laughs> 到着して選手たちのもとに行くと、敗戦のショックは見られなかった、次,次の試合勝てば優勝ですからとまだ余裕が見受けられた、そんな中、ヒロさんから男にそっと話しかけていた。〇〇さん、えー 俺のことですね、丸○さん、今日の試合で現役を退こうと思います。突然の報告に戸惑ったが、ずっと休養を取ってくださいと言っていたので、一度退くのは良いかもです,良いかもですね。いつものヒロさんのテンションはなく、静かに立ち去った。男はその後主力の選手に、ヒロさん、ちょっとゆっくりできると良いですねと言うと、え、ヒロさん、どうかしたんですかと返ってきた。ヒロさんは男にだけ現役引退を報告していた。 リ,リーグ最終節、ここで優勝と全国が決まる試合、そのエンジンの時に監督から男は呼ばれた。何か式が上がるやつやってください。いつもヒロさんが担当している役である。横にいたヒロさんはうつ,いうつむいたままだった。この状況でこの大役、や,やるしかないと思い全力であった。だが途中から涙が止まらなくなってしまった。途中でエンジンのルーティーンは止まった。そして男は言った。 今か,らできる今から起こる出来事は必ずこの出来事があってよかったって思える時が来るから笑顔でや,やり抜きましょう泣きながら笑顔になりながらルーティンの続きをやり大声でみんなで「絶好調!」ってねで締めくくった試合は一進一退の攻防で同点のまま進んだ広さんの動きに制裁はなく高志も本調子のキレはなかった 男は涙が止まらなかったこのチームがさらに強くなるためにはこの試合は勝てない覚悟はしていたが広さの引退試合がチームの鍛錬,期に鍛錬期の始めになろうとは思わなかったそして終わり間際こぼれ球から相手チームのシュートが炸裂したこのチームと出会って初めて公式戦の敗北を止まらない涙で見ることになったリーグ戦3位 去年全国三冠を取り絶好調であっ,たのあったチームの面影はなくなっていた。試合後、ヒロさんと抱き合い、これでさらに強くなれますと告げた。ヒロさんはうなずいてくれた。それから3ヶ月後、さらにチームに激震が走る。高志にプロチームへの移籍の話がやってきた。男はある日突然のキャプテンからメールで知らされる。明日トレーニング後の高 トレーニング後に高志の送別会をやるので出席できますかという内容だった全く聞いてなかったが相変わらず高志の天然ぶりに苦笑して出席しますと送り返した次の日少し雨が降っていたトレーニングの前に高志に行った移籍すーン、高志はい男あなたがどこにいても今まで通り応援してるしサポートも必要な時はするからなこの縁は腐れ縁です 高ありがとうございます一生の付き合いになると思います男この次会う時は敵同士やけどこのチームはさらに強くなってるよ高しはにっこり笑って楽しみですと言って挨拶は終わった送別会はパキアイアイと進み最後に高しの挨拶だったが相変わらず泣いてばかりで何を言っているかわからないためヒロさんに最後の挨拶は変わったは <laughs>、ね、スポーツ選手なんでね別に。 しゃべりはうまくなくなていいいと思います。かしの移籍については賛否両論さまざまなことがあったと思うがヒロさんの挨拶で皆は納得した簡単な挨拶をした後に、にかし、向こうで成功したらそのまま行けるところまで行きなさいダメだったら帰ってこいそして成功した後もあなたが帰ってきたいと思えるチームにしとくから思いっきりやってこいかしに何があっても全て受け入れて待っているから 全力でやってこ,いこれが俺からの送る言葉ですすごいねかっこいいね,ね男は高しの涙ではもらい泣きしなかったが <laughs> 何言ってるかわからんもんね <laughs> ヒロさんの挨拶に感動して涙目で聞いていたそこにいたみんなもこの挨拶で納得して笑顔で終わった外に出ると晴れ間が出ていた晴れ,間晴れ間を見上げ男は思った まとめ役のヒロさんは一戦を退きエー,スはエースは移籍しチームはまた初めの頃に戻ったが新しいチーム作りができることにワクワクする男であった月なる山はさらに高かったがそれは先の話地獄。ねやっぱねそのドルソレンにね育てられたんですよタボーはね でもやっぱそこを出るタ,ターボもやっぱもう一時相当悩んだらしいんですよね。でもやっぱ、B の地はすごいですよ。世界に通用する選手になるっていうから、世界にあのパイプのあるチームに移籍することをやっぱ決心したんですね。やっぱドルソーレにいたら、その話は、世界会に移籍するっていう話はなかなかやってこなかったかもしれない。でそれを悩んでるね、高橋を見て、行ってこいって言ってあげた、やっぱヒロさんと。そそそうそうう。今日はね そのドルソーレー北九州,九州レディースってね、あのー、初めての全国大会がね今沖縄でね行われて優勝しましたイエーイねに <laughs> いや本当あのー、で咲ちゃんってあのエースのねキャプテンの人は得点王になりましたねもう本当すごいでこの咲ちゃんっていう人を見出したのもヒロさんですね うん、でこのチームの監督もヒロさんなんですよだからもう男子も女子もねどっちとも優勝に導いたんですよだから本当ねこのヒロさんって方はもうで講演家なんですねヒロさんもで講演しすぎてね喉にポリープができてね当ん1週12週間前に手術してでもうギリギリ全国大会ギリ間に合うぐらいで喋、えー、っていい状態になって「<laughs> よし声出せるぞ」っつってねむちゃくちゃ声出したんでしょうね。 優勝できましたで、まあ、ぶっちゃけビーチサッカーなのでねまだメジャーじゃない女子,女子で第1回目の全国大会でそのサキちゃんってねあのキャプテンの子はやっぱりやっぱりこうレジェンドってね先屈者たった一人で突っ走らないといけないんですねいろんな迷いがあってこういうことしててもどうかなるんやろうかとかねいろんな不安がありながら年齢もうーんやっぱどん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 。 最初からビーチサッカーの子じゃないですからね、うん、でも新しい光が見えて諦めずにこうやっていったらね全国大会っていうチャンスももらえてそれで見事もう本当ね本当ね今日愛ちゃんはねドローでかっ勝ってほしかったし勝ちたかったけど負けないって大切なんですよ、ね、負けとドローはもう運転の差なんですよで勝勝ててる試合に勝つっていうのはね 勝てる試合に必ず勝つっていうのはねもう思った以上にプレッシャーとね、えー、いろんなパワーがいるんですねでそれを1日3試合ずつ全部勝つっていうのはねやっぱすごいことなんですやっぱり延長なんだかんだ言いながら延長があったりとかねいろいろしてそれで最後の,なあの何秒とかでねゴール決めたりしてあやっぱすごいですねへそういうチームに携われさせていただいてる。 えー、本当になんて幸せなやつなんだってね、えー、思う今日この頃ですとちゅうことでおっ、まあ、14分やけどそんくらい15分前後で終わるのがいいですね、えー、次なる山へまたねちょっとここで一遍ビーチサッカー話はなんか終わるような感じやな次からあのー、またあの3人組かなえー うん、ちょっと体の悪い3人組の話になるかもしれないななるような気がしますちゅうことで今からどうしようかな原稿を書こうかな <laughs> <laughs> 何しようかな、えー、大丈夫って言うかよ大丈夫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 ,大丈夫,大丈夫そう泥やってね泥だったんですよ引き分けでも勝たせてあげたかったっていう 胸の心もありりまます出ます出やっぱり、ね、反省3秒して、えー、足りなかったものはねもう技とかはい大丈夫全部できてるあとはスタミナをつけるだけ <laughs> それが90秒間1分半2ラウンドね90秒間2ラウンドこれがもう全力で動いても息が切れないスタミナをつけるだけそうすれば、えー、どんな相手が来ても勝てるようになりますよ愛ちゃんね なんとかなるって10回言おう。んとかなるな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 んとかなる。ななんとかる今日はあれがベストだったんです。ドロー。いいとこもいっぱい出ました。今、動画をね、何回か見たけど、いい試合でしたよ。ちゃんと練習したことはちゃんと出てました。なのでまた絶好調で練習しましょう。 ついてるって十回をついてる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 。ついよし。ついてる笑顔で。なにおう。